いつの試合？3ヶ月後って言われた。だいたい5月ぐらいって言われましたね。だから、体作っておこうかなと思って。K1 ルールで2分3ラウンド制だって。オープンフィンガーっつってたっけな。まだ詳細来てないっすね。そうそう、弁当太郎さんのやつ。本当はパルパルとやりたかったんだけど、パルパルが連絡つかないって。で、テレチャンピンでもいいって言われて。いや、友達だから殴りたくないっつったんだけど。テレチャンピンが OK らしいから。オープンフィンガーっていうか体重が、身長がね、170-170で、ヘルチャンピンが65っつったっけ？ヘルチャンピンさっきの枠で何キロっつったかな？俺が77キロだから、向こうが多分65キロくらいなんだよ。ちょっと絞り込まないとなぁと思ってる。そこが問題だね。体重が重すぎる。だからフルラウンド戦えるぐらいにはしないと。医療スタッフ、ドクターもレフェリーもちゃんと入れるって言ってた。もともとほら、ベンドさん、プロ格闘家だから、多分その辺は大丈夫だと思う。ドクターもちゃんと入れるって。砂浜は行かない。ここ新宿だから海ないよ。70ぐらいまで絞る。68ぐらいがベストかな。筋力維持したまま、3ヶ月後でしょ？ 7 キロ落とす。そうだね。体重落とさないとね。スピードつかないね。ちょっと太りすぎてるから。多分、スタミナが持てば俺は大丈夫だと思ってんだけど、体重重い方が有利だから。多分ね、多分、2分フルラウンド動けないと思うんだよ。だから、6分間フルで動ける体力作って、で、そっからは、重たさは維持したいと思ってる。ストリートファイトも格闘技の経験もないです。僕はド素人、スーパーニートです。スーパーニートですね。まあ無理でもないよね。腹が出すぎてるから、ちょっとみんな付き合って練習、1日2、3時間はこれからトレーニングします。結構いい企画だよね。とりあえず相手に失礼がないようにフルラウンド戦える体作ります。タバコやめようかな。喧嘩の経験はどれくらいだろうな。20回ぐらいかな。半分勝って半分負けたぐらい、喧嘩は。そうだね。本当はサンドバッグ蹴りたいんだけど。シャドウだろう。とりあえず。タバコやめた方がいいよね、ちょっと。まあ相手もタバコ吸ってるから。え？何の音？何の音今？携帯バグった。いや、とりあえず体力勝負だと思ってて、技を研究するとかじゃないと思うよ。動ける体を作るところからだと思う。
マジレスすると。なんか格闘技の研究見たりというか、素人のぶん殴り合いだから喧嘩ファイトになると思うから、ジム行く行く。ただサンドバッグ蹴りたいんだよね。寒いな今日、雪降っただけあるわ、クソ寒いわ。とりあえずなまった体を叩き起こそう。3ヶ月だから筋トレと体重と体力取り戻して、あと基本のフォームだけ作ればいいんじゃないかな。ボクシングジムね、金かかるかんな。今大事な時期だからな、配信者として。ここで練習します。新宿中央公園です。あそこにベンチあるから、あそこで配信回そうか。見えてる？技術ね。オッケー、見れてる。見れてる？ OK だったら手を挙げてください。 OK だったら手を挙げてください。中央公園夏い。経験者は親父がプロキックボクサーですね。親父がプロのキックボクサーですね。日本国内だと確かランク1位、フィリピン、台湾のチャンピオン、世界選手権何回か。 OK。 親父ね、でももう疎遠だからね。見た目が長渕そうかな、全然意識してないけど。眠気やばい。おい、リリコばあさん、ありがとう。おやすみ、また明日。おやすみ。長渕キック、長渕キックがよくわかんねえかんな俺。マネ買っとくわ。うい、ありがとう。ぜひぜひ。花火、花火用かな。ゆかさん、久しぶりに来れました。ゆかさん、いらっしゃい。楽しんでってください。テルジャンピンとちょっと試合が決まったんで練習します。よろしくです。じゃあ、OK かな。練習していい？
筋肉痛になるだろうね、多分ね。体力全然ない、やばい。
いい武器。
ふざけてないですよ。わかる人にはわかってるから、伝わる人に伝われば俺はそれでいいと思ってる。俺の配信はクロート好みだから、クロートに向けてやってるから、画面の向こう側に伝わってるやつには伝わってればそれでいいと思ってる。俺を笑いたければ笑えばいい。
殺すぞ。サンドロー。閲覧今日少ねえわ、かそってるわ。疲れたな。疲れたな。ブレイクダンスできないね。おやすみ。
頭クラクラする。もうやめるか。今日これくらいで許してやろうか。今日これくらいで勝ったろ。俺の勝ちだろ。負ける要素が一つもねえもん。持てる技全部出したからな。格闘技何やってたの？ドラゴンボール、ハンターハンター、グラップラー、バキ、喧嘩商売、クローズ、ワースト、北斗の拳。あと何やったかな？セクシーコマンド、ジョジョの奇妙な冒険。あと何ある？相当やったね。あ、スターウォーズもあったね。スターウォーズもあるね。幽遊白書もあるね。相当やってますよ、僕は。やり込んでますよ。なんかあったかな。魔法陣ぐるぐるもやってるね。さっきからやってるじゃん。分かる人には分かるから。もう解散でいいですか。今日トレーニングこれで OK な人手を挙げてください。外配信、散歩配信に切り替えるか。 OK だったら手を挙げて。もう今日のトレーニングこれで OK だったら。相当鍛えたかんな。行きますか。いや、まだやることいっぱいあるから。次メンタルトレーニングに切り替えます。次はメンタルトレーニングのメニューに切り替えます。メンタルトレーニングをやる場所ありましたね。じゃあメンタルトレーニング行きますよ。
メンタルトレーニング終了です。大丈夫です、公園ですので。はい、帰ろう、疲れた。疲れました、帰ります。何飲もうか。いい運動になったわ。お疲れ。酒は俺飲まないっすね。僕は酒やめたんで、酒は飲まないっす。いや、俺トンボ見たことないっすよ。いい運動になったね。負ける要素ねえわ、負ける要素ねえ。全部のシミュレーションで勝ったかんね。対戦相手見えたでしょ、リアルシャドウ。リアルシャドウ見えた、対戦相手。寒いなぁ、体が温まってるけど外気が冷てえわ。指先は冷たくないよ。指先は全然大丈夫。大丈夫だよ。温まったね、だいぶ。まあ、唯一負けるとするなら自分に負けるかどうかだな。耳寒いね。味噌汁飲むか。ピッコロさんには勝てないよ。ピッコロさんは俺マジでリスペクトしてる人だからね。ピッコロさんに何回助けられたか。ピッコロさんいなかったら今の俺ねえかんな。買って帰ろう。
風邪ひくね。家帰って温まろう。すげえ汗かいた。アミノ酸って何入ってんだろう、飲み物だと。レッドブルに入ってるかな、アミノ酸。レッドブル買う？アミノ酸スポドリ？あ、スポーツドリンクにあるんだ。レッドブルに入ってる。じゃあレッドブル買おうか。レッドブルうめえかんな。モンスターエナジーにする。そうしようか。寝起きではないよ。寝起きではない。レッドブルカフェイン多め、眠らくなくなる。いやもうこのまま寝ないで仕事行く。今日はモンスターエナジーって筋肉作る要素あんの？アミノ酸入ってれば筋肉できるんだ。何の試合するんですか？ K1 ルールでテルザンピンと試合しますね。 K1 ルールっす。2分3ラウンド制ですね。スマホじゃないよ、パソコンだよ。パソコン、パソコン。スマホだとこの画質にならないはずなんだよね。画質いいでしょ。5月だって、3ヶ月後。5月。モンスターエナジーにするよ。モンスター意外ね。
お願いします。いや、そのままでいいです。250円で。はい、1000円で。これまずい。俺本当はオレンジか白が好きなんだけど、俺モンスターエナジー結構好きだよ。家帰ってから開けるわ。一気はきついでしょう。一気は無理あるよ。一気は難しいでしょ。モンスターうまいよね。俺好きだよ。あ、俺レッドブルの方が好きだけど。いや、バレてる、もうとっくに。今さら気にしてない。俺和道だよ。とっくにバレてるよ。そんなの気にしてたらね、3年半も配信できないっすよ。いいな。新宿住む場所じゃないよ。た、今タワーマンションが新しいんできて日本一高いらしいんだけど、すごいよ。あれが日本一高いタワーマンションね。遠近感狂うよね。家の近所にできたやつ。あ、新大久保に住んでた。日本一のタワーマンションかな、あれか。でかすぎるだろ。すごいよね。あんな億万長者でしょ、住むの。オクションだろうね。でかいよね。田舎の人とかびっくりするんじゃないの。でも遠近感が狂うんだよ、本当に。でっかいよね。だってこれ相当近い距離なんだよ。すごい遠くに見えるでしょ。歩いて5分ぐらいの距離なんだよ。目黒区の端っこに行くら、あ、そうなんだ、近いね。いやいや、まあ友達じゃないから遊びに来られても困るけど、リアと妻とかしてる時だったらいいけど、
ピンポーンってリスナーだよとか言われたら困るよ。何勝手に友達になってんだって話だからね。ワード野球しようぜとか言われても困るよ。おいワード遊びに来たぞ。風船持って遊びに行く。花火がいい。いやアイテムはネット上で欲しいかな。本当に来そうだよね。警察だよ警察。そんなの。あんな高いところに水道、本当だよね。よくよく考えるとすげえな。上にタンクがあるんじゃないの。上から下に下ろすんじゃないの。まあそれでも梅に組み上げるわけだからすごいよな。上からも下からもだろうね。いやダメでしょ、友達じゃねえんだから。知らない人が家に来る恐怖、お前ら分かってなすすぎるんだよ。お前らからしたら俺は知り合いかもしれないけど、俺からしたら全く会ったことない人だから。家にいたら面白いな、これでね。ワード待ってたよ、つって。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。